今日は長いお時間お付き合いありがとうございました。視聴者の皆様ありがとうございました。そうですね、拗ねてたりいじけてたりしてると、自分がやりたいことをずっと諦め続けて生きてしまうので、自分の素晴らしさも出てこれなくなってしまって、本当はみんなすごい一人一人可能性をたくさん持っているのにそれを閉じ込めちゃうので、スネルのを終わらせていきたいなって、そのお手伝いを私たちはさせていただきたいなと思いながら活動をしております。それでは今週のワンポイントです。うさちゃんとも今お話をして、私たちはすごい助けてもらうことが苦手だったのね、手伝ってもらうことがね、それなので、まず、今週のワンポイントチャレンジをしていただきたいので一つお題を出します。これをぜひやってください。じゃあ身近な人に手伝ってもらう、自分ができることでも頑張ってやらないでお願いしますって、手伝ってくれてありがとうっていう、手伝ってもらう、身の回りの、あの人たちの優しさをぜひ受け取っていただきたいなと思います。はい、はい